Oh my God.
番の後ろはドラムス高尾志郎。行きたいのかどうかよくわからないですけども、まだ今24、3、3、さっきのね、アンコロ持ちでしたっけ、あれアンコロ持ちにちょっと習って、じゃあ好きなタイプ聞いてみましょうか。清楚らしいです。好きな食べ物は何ですか。あんまり面白いことは返ってこないです。じゃあなんかね、この前病院行ったら、オタク10割ですって言われたらしいです。実はシオンが会社を辞める前に親父が仕事してませんでした。なので保険料払ってませんでした。この一家は保険料10割です。困ったんでしょうね。働き出しました。まずはこのテクニックをちょっと聞いてみましょうか。好きなタイプは綾瀬はるか。じゃあ好きな食べ物は野菜サラダ。このくだりはさ、あんまりみんな面白くないから、女の子がやるからね、見てるけど、おっさんのやつはあんまり面白くないよね。
うやりきった感があって、これで終わりにしたいぐらいですけど。こうやってね、なんとなくこうやってます。お宝来てます、どっかで名前聞いたら本当によろしくお願いいたします。次はちょっとエッチっぽい歌を言ってみたいと思います。誰でも皆さん過去に付き合った、ね、女の人、まあ女の人だったら男の人、忘れられない人がいると思います。そんなね、忘れられないよあの子のこと、忘れられないよあいつのことっていう、そんなことを歌った、忘れはしない過去こらない、I'm not afraid to die.
き合ってた女の人、男の人のことをね、そんな歌でしたよ。聞いてましたか？さあ、ここで皆さん想像してみてください。目をつぶって、今からここは室内じゃなくて屋外です。そして川が一本流れてます。夕闇に包まれた川のほとりに男が一人、膝を抱えて曲の順番間違えました。最後の曲の MC でだよね。次もね、最後残すところあと2曲となってしまいましたが、2曲連続で暗い曲をいきたいと思います。暗いんです、本当は。うちのバンド曲ばっかりやってるんです。次の曲も闇色吐息というタイトルです。暗いです。今日はね、まあ、ポテトマンズの皆さんのレコ発おめでとうございます。おめでとうございます。それを一発目で言おうと思って考えてたんですけどね、ついついいつもの自分のライブのペースになってしまいました。すいません。そこにね、花を添えるためにいっぱいいろいろ考えたんですけど、結局最後2曲は暗い歌になってしまいます。そんなウィンドフロムサウスカロリア、略して WC、 どこかで名前聞いたらどうぞよろしくお願いいたします。では闇色吐息。
ろいろパクってます。ね、ぶっちゃけて言うと不倫の歌でしたね。ここでさっきの曲紹介に戻ります。どこまで話したっけ。まあ初めからね、次で最後の曲となりますが、皆さん想像してください。夕闇、落ちた太陽が落ちた夕闇、迫るところに川がいっぱい流れてます。空には満月がこうこうと照っております。その川のほとりに男が一人膝を抱えて佇んでます。彼に一体何が起きたんでしょう。その川に月明かりが映って、その映った月明かりで彼の影を作ってます。そんな、やっぱり若い女の子には人気ですね。さあ、そんな川のほとりに一人膝を抱えて佇んでる男の歌で WC 最後の曲となります。憂う色と書いて夕食。Oh,
ングフロムサブスカルゴリラ、略して WS チームです。申し訳なくちゃー。さっきね、涼やかな風を運んでいただきました。ありがとうございます。はい、じゃ続きまして、猫発のポテトマンズの皆さん、ぜひお願いいたします。Thank you.
さっついてるの大変だったよ俺。ああ早くて
Yeah!